キャラロイドのご説明をいたします。こちらがですね、通常のデジタルサイネージのコンテンツを制作する際は内容を変更するたびに都度コンテンツのいわゆる変更代コストが発生してたと思うんですけども、そちらの方を抑えるためのソフトとして開発させていただきました。方法としてはですね、専用のソフトのこちらの画面に台本を入力いただきますと、自動で音声合成でこのキャラクターが喋る仕組みになっております。でまたコマンドというキーがありまして、こちらの方を打っていただくとうなずいたりとか画面を見るとかっていう表情も変更できるような形を取らせていただいてます。で実際のですね、内容としてはこういう形で展示会ですとか、あとは企業様のショールームとかに展示いただく形を考えております。でレンタル買取両方の販売形態を考えてまして、こちらの方の等身大から小さい45センチですとか30センチのミニパネルと展示する場所に合わせてサイズなどの ご提案もさせていただけるようになっております。で仕組みについてのご説明ですが、こちらのパネルの後ろにですね、プロジェクターがありまして、そちらの方から映像を投影する形になります。でパソコン上に表示されている内容がそのまま投影されるんですけども、こちらに表示されるサブモニターの内容は画像になってまして、こちらを切り替えて内容を説明いただく形も可能になります。また動画の方もオプションで対応できますので、動画をこちらで流していただくこともできます。で音声合成エンジンに関しましては、 AI 株式会社 AI さんの音声合成エンジンを使わせていただいております。でこちらの方がですね、実際の人物の 音源を取らせていただいて、その音源をもとに自動で音声辞書と韻律辞書の2種類生成させていただきます。でそれに合わせて、例えば抑揚とかイントネーション、言葉を間違って読み間違えるところを正しく読むとかの単語登録などの機能もありますので、そちらで自然な会話ができるような仕組みになっております。